この項目では2008年シーズンの J リーグディビジョン1についてもベル。2008年シーズンの J1 のクラブは以下の18チームである。このうちコンサドーレ札幌、東京ベルディ、京都産が FC が毎シーズンの J2 からの昇格クラブである。なお、このシーズンから東京ベルディ1969は東京ベルディに 名古屋グランパス8は名古屋グランパスにそれぞれ故障を改めた。突起なき場合、監督代行はトップチームのヘッドコーチが務めている。3月8日に開幕戦を行い、5月18日から6月28日までの間に FIFA フフワールドカップアジア予選のための中断期間を挟んで12月6日まで全34節計306試合が行われた。なお、 鹿島、浦和、G 大阪の3クラブは AFC チャンピオンズリーグ2008と並行しての参加となった。前年のアジア王者、浦和が開幕に連敗でホルガーオジェックが監督を解任された。序盤戦の主役となったのがドラガンストイコビッチ新監督に率いられた名古屋である。サイドからの崩しを中心とした攻撃サッカーは多くのメディアで美しいと評され、 勝ち点を積み重ねた。しかし、首位争いをリードするまでには至らず、鹿島や FC 東京、鹿島、さらには監督交代後に立ち直った浦和などとの団子状態となる。中盤戦で調子を上げたのが、ペリクレス・シャムスカ監督周二に4年目を迎えた、大部である。リーグ最小失点を誇る剣士からのカウンターを武器に、次々と勝利を重ね、十六節に首位に立った。 また、シーズンを通じて、常に安定した戦いを続けてきた鹿島、海に沈んでいた、清水や川崎などが浮上した。最終節に優勝の可能性を残したのは、鹿島、名古屋、川崎の3クラブ。名古屋は引き分け、川崎は勝利したものの、自力で優勝を決められる立場にあった鹿島が、きっちりと勝利を収め、2000年から2001年シーズン以来、 史上初となる2度目のリーグ連覇を達成した。2位は、川崎、3位は、名古屋となり、それぞれ翌シーズンの ACL 出場権を獲得した。なお、優勝チームが獲得した、勝ち点63は、2005年より始まった18、チームでの J1 リーグ戦において、2005年シーズン優勝の、G 大阪に次ぐ、低水準であった。昇格1年目の札幌は、 第16節を最後に全く勝てず、結局前年の横浜 FC と並ぶ最速帯となる、残り5試合を残しての降格となった。札幌以外の J1 残留争いは、オフに主力選手がのきなみ移籍した千葉、昇格組の東京部位に加え、前年は中位だった、新潟や岩田、大宮の子クラブが降格の可能性を残すことになった。最終節、勝利した上で、 上位クラブの結果を待つしかないという最も厳しい状況にあった17位の千葉が0から2のビハインドから最後の15分間で4点を奪う大逆転勝ち。順位を15位に上げて逆転残留を果たし最終節で敗退した東京部位が17位となって J に降格。岩田が16位でシーズンを終え J1J2 入れ替え戦に回った。 最終更新は2008年12月6日の試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、得失点差3、得点数。2008年12月6日出展。J リーグデータ。ありがとうございます。